こんにちは、ネイチャーエンジニアの亀田です。今回紹介するのは、丸くて小さなカメムシ、マルカメムシ。パートナーのワン吉と一緒に紹介していきます。マルカメムシは、小さくて丸い姿が印象的なカメムシです。そのミクロな姿は、よく見るととっても可愛らしい。マルカメムシは、小さすぎて撮影するにはマクロレンズがないと難しいくらいです。その体がどれくらい小さいかというと、僕の愛用する図鑑日本の昆虫1400によると、その体長は4から5ミリ。サバゲーに使われる BB 弾は基本的に直径6ミリということなので、なんと BB 弾よりも小さいサイズなのです。これほど小さい虫なので、肉眼では観察しようと意識しないと細部を見ることはできないと思います。このマルカメムシの姿を見てみると、一般的なカメムシの姿とはちょっと違う姿をしていませんか？よく頭に思い浮かべるカメムシというと、五角形のシルエットをしていて、羽が一部透けているようなイメージです。例えば、こちらのチャバネアオカメムシなんかはザ・カメムシという印象の姿をしていますよね。それに対してマルカメムシは丸みのある体を持ち、胴体部分は照準板という部位が覆っていて透明部分は見えません。そのためパッと見カメムシっぽくない非常にユニークな姿のカメムシです。マルカメムシはカメムシ目、マルカメムシ科というグループに属しますが、マルカメムシの仲間はこういう特徴を持つグループのカメムシたちなのです。ちなみにマルカメムシの幼虫は丸みも弱い上にまだ胴体が覆われておらず、他のカメムシの幼虫に近い姿をしています。昆虫には成長に応じて姿を大きく変える変態という特徴があるので、成長を通しての観察もとっても面白いものです。マルカメムシは一般的にはちょっと嫌われがちな虫でもあります。その理由は一般住民からすると住居に侵入しがちだから。農家の方などにとっては大豆などの農作物を食べてしまうからという理由があります。一軒家や低い階に住んでいる方などは家でマルカメムシを見たことがある人も結構いるかもしれません。マルカメムシはクズという身近な植物につくため、身近な場所でもよく見られるカメムシなのです。僕が以前住んでいた家は半地下的な感じだったため、マルカメムシが洗濯物に紛れてよく侵入していました。家にいると取り込んだ洗濯物の上をとことこと歩いていることを発見したことがよくあります。ちなみにカメムシの仲間が嫌われるのは、臭い匂いを出す習性を持つというものがあります。そのためか、カメムシイコール臭いというイメージを持たれがちですが、家で単体のカメムシを見つけても焦ったりパニックになる必要はありません。ネットで検索すると、カメムシは洗濯物を汚す害虫などと書かれていたりしますが、カメムシは常に臭い匂いを出しているわけではないからです。実際、普通に歩いているカメムシに顔を近づけてみると、臭くないことが確認できるはずです。では、カメムシたちがどういう時に臭い匂いを出すかというと、警戒した時、危険だと思った時です。なので、焦って叩き潰そうとしたり、追ってつまみ出そうとするのは、むしろ逆効果。とことこと歩いている進行方向に新聞紙などを置いておき、その上に誘導して乗ったら外に出してあげるなどで本当は対処できます。ただし、洗濯物に紛れているのに気づかずに潰したりしてしまうと結果的に汚すことになってしまうので、取り込むときによくチェックする、パンパンと洗濯物を叩くなどで侵入率は下がると思います。カメムシの対処には駆除する、排除する以外の解決方法もあるので、
選択肢が複数あるのなら、平和的な解決方法が良いのではと僕は思います。このように、マルカメムシはユニークでとっても面白いカメムシです。身近な場所に暮らす虫ですが、その姿や生態をよく観察したことのある人は少ないのではないでしょうか。せっかく身近な場所で見られる面白い虫なので、もし見つけたら、ぜひゆっくりと観察してみてください。ネイチャーエンジニア生き物チャンネルでは、身近に見られるいろいろな生き物たちの紹介をしています。もし参考になったと思ったら、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。